竹やぶと擁壁の間に吹きがたくさん出ていますね。で、この辺の、まあ、ここ山道なんですが、山道あたりに植えてあるのも全くの無保護で越冬して巻き葉が出てきていますね。まあこうなってくれて4月から9月、そうですね、10月初旬ぐらいまでぐんぐん大きくなってきてくれるとありがたいですね。そしてまた越冬してついには開花結実できるぐらいの大きさに定植位置を変えずにそのまま成長していってくれるならば私としては楽なんですね。で、ここが、まあ、落ち葉たくさん落ちているので、あと溝からすくい上げたのとか肥料袋などに入れて畑の方に持っていくつもりなんですね。で、この山道とさらに奥の竹やぶを隔てる溝の向こうで種子島の島バナナ、ほんのこの間だったんですが、きれいに葉っぱ一枚出してきていますね。で、こちらの方はタケノコ掘りのために家内がある程度下草刈りをしていたのでまだ終わってはいないんですが、まあ、この辺に吹きがあるのでこの辺りで吹きを取るのに、それからタケノコが出てきたら出る兆候があったら見つけやすいように下草刈りをしていたようですが、まあ、これ幸いと私の方はずっと奥までバナナ畑にするのに都合がいいので、今日はこの種子島の島バナナの向こう側に、東側に台湾バナナと呼ばれているもの、まあ、沖縄の方では台湾バナナっていうと三尺バナナを指す人もいますし、台湾の台湾バナナ、昔ながらの台湾バナナを指す場合もありますが、これは三尺ではなく台湾の台湾バナナと言われているものですね、を植えました。これとこれとこれからもう2本ですね。これとちょっと影になってますかね、これですね。上の方にちょっと竹やぶの間からバナナの葉っぱ見えるのが、竹林で唯一ほんのちょっとですが緑葉が、緑葉を保持したまま越冬したものですね。これから新葉を出してくるでしょう。まあ山はいろんなものが勝手に生えてくるから大変だということもあるし、まあこのようなゴンパチ、スカンポですね、まあ、この辺ではゴンパチっていう人が多いんですが、スカンポなんかも出てくるので、まあ山菜摘みにはフキとかスカンポとか勝手に出てきますのでありがたいですね。で、ここは一度上の方で土砂崩れを起こしたことがあるのでコンクリート打ってありますね、擁壁みたいなもので。その下の方もこういうマス目みたいなコンクリート、まあ1平方メートル程度なんですが、コンクリートが打たれているので、まあこれを目安に一マスに、まあ1平方メートル以上ありますかね、
1.2、3平方メートルのマス目、コンクリートのマス目みたいなのに1本ずつ植えていけば、まあ都合がいいかなと思って、家内が下草刈りした後、こちらで根切りでですね、穴を掘って、まあ植えていったんですね。まあこれからずっとあちらの方まで徐々にですね、まあ、一気にはできないんですね、徐々に竹やぶ竹林バナナ園を広げていこうかと思っていますね。昼過ぎで、ちょっと過ぎで、ここ太陽、今雲に隠れましたが、太陽がこの向きで、ちょうどこの辺の台湾バナナにはいい日光照射があるので、日当たりはまあいい方ですね。上の方も多少ですね、竹の葉がかかりますので、まあ、そっちみたいに抜けちゃってるところもあるんですが、こうそこの上の方で抜けてるところもあるんですが、越冬のことを考えて、まずは多少なりとも竹の葉が上方にかかるような場所を選んで、そういうところで植え始めていますね。